源氏巻源氏巻は、島根県加野足郡津和野町の名家。餡を狐色に焼いたカステラのような薄い生地に包んだ長方形の菓子であり、茶菓子として用いられる。餡は、伝統的に小豆を煮詰めた豆サーであるが、近年は、抹茶風味の餡なども登場している。名前の由来は、幕末に、藩の御用菓子が命名をいただくため、このお菓子に、紫色の餡を詰め込んで、 藩主に心情した。この際、藩主の妻が紫色の案に感動し、源氏物語の若紫に出てくる和歌、手に積みて、いつしかも民紫の根に通り引ける、延べの若草を読んだ。それにあやかって、源氏巻と名付けられたとされる。源氏巻の誕生の逸話は、以下のような話になっている。江戸時代玄読期の津和の藩亀池の三代目藩主であった亀これちかが、 直子の接待役を任せられた。コレチカは、指南役の後家のキラヨシナカに教えをこうが、キラは接待の方法を教えなかっただけでなく、逆に愚弄したため、コレチカは、キラを切ろうと決意する。そこへ、藩の過労であった、田子マコト影がこれを知って、小判をカステラのような平たい生地に包んで、キラに侵入して、機嫌を取り、キラからコレチカに対して直子の接待の方法を、 伝授させ、結果的には藩に騒動が起こるのを阻止した。これを記念して、藩では小判の代わりにあを包んだお菓子を藩の危機を救っためでたいものとして扱うようになった。現在、津和の町には源氏巻を扱うメーカーが10件余り存在し、それぞれにその味を競っている。ありがとうございます。